演奏場ですすけどもすごヒュワー上がったりバーン下がったりもうジェットコースターみたいだって1日でというか日本時間一晩で9円動いたりしてましたからね。 場円ってやばいですよね <laughs> FX 討ち死にした人山ほどよりも屍の山が築かれてんじゃないかなと思いますけどもね,ね破産した人とかね <laughs> いたかもしれませんですけどその逆の人もいるかもしれませんですけどもとにかくもう激しい激しい介入にも程があるだろうみたいなねありますけども私はほらあのね外貨両替をやっている身ですので皆さんが売りたいと言ったら買います。 ますし皆さんが買いたいと言ったら売りますし皆様方自由にですねしていただいて私たちはカウンターパーティーになるということでねずっとやってますけどもやっぱこれだけ大きく動くと売りりりもも買いもかななねあの多くなりましたちょっとね改めて見ると確かになと思うところがありましてプラザ合意直後の水準まで下落した プラザ合意ですよプラザ合意1985年ですからねプラザ合意の時は230円ぐらいだったんですけどねそれが一気にボーンとですね円高に触れたというコーナープラザ合意の時230円からバーン円高触れてで今ね140円とか50円ぐらいにする人のがバーンと円安に触れてで結構 どうなったかというと、プラザ合意直後ぐらいの水準まで円が下落したとた言われてみたら、確かにそうだなってね。プラザ合意はあの時は二百三十円ぐらいだったんですけども、短期間の間に百六十円ぐらいまで行ってるんですよね。確かに同じ水準。だからね、これ何年前ですか。もう四十年前ですよ。四十年前の水準に近づいたというですね。だから今回も、例えばアメリカと日本がね、いや。この ここら辺まで協調介入しましょうって言って日米でで同時に動いたらこれは意味があるんですよでアメリカは今のところのほほんとドル高をなんか容認してますよねトランプさんは違うんですよこのドル高はダメだとこれはねもう日本に捨てられるみたいにトランプさんは分かってますね。これは日本にとっては 大変有利なな状況なんですねアメリカにとって大変不利な状況なんですよところがだからもしね今がトランプ政権だったら日本とアメリカで協調介入してると思うんですけどもバイデン分かってないから容認しちゃってるで、ね、円安に触れそして輸出の会社は利益をどんどん叩き出すということですからね。だってほらずーっとね円安がいい円安がいい円安がいいって念仏のように言ってたわけですからそして実際 さあ円安になったら円安嫌だってわけですよねどっちなんだよって話でこれもメディアですよね円高は問題だ円安は問題だ現状がダメだといつも言ってるだけでですから本当にじゃあ日本の国にとってねどういう為替水準がいいのかっていうのを考えた上で言ってるわけでもないわけですねまあただね円安の場合はやっぱどうしても物価が上がってきますからねですからそれを上回る賃上げっていうのをしないといけないわけなんですけどもだからあの稼げる対象 出にはなりますからこの円安時代はしっかりと日本企業がねものづくりをして世界に輸出をして稼ぐで稼ぐっていうことは景気が良くなって企業も収益が出るようになりそして賃上げにもつながるということですからだからもうこれね嘆いてもしょうがないのでしっかり利益を出して物価上昇以上に賃上げをするというねそういう方向で日本企業が一丸となって動いていかなくてはいけないなというふうに思うわけですいやーですからねまあまあ私いつも言ってますけどだからもう黙って金を買い 金を買えばですね大丈夫ですから金に投資するっていうんじゃなくてどここに安全資産を置くかとということですね日本円で持ってるのがすでにもうリスクになっちゃってるので昔は違ったんですけどもねだからまあ日本円で預金するぐらいだったら金で持ってた方がいいんじゃないですかということで金はドル建ての資産ですからですから一定数ドル建ての資産を持っておいてあと円を持っておけばこれは為替が動いても大丈夫ということになりますからね。ですからあんまり目先に のね上がった下がったで一喜一憂するんじゃなくて上がっっっちちゃったらちょっと買う安くなったらたくさん買うぐらいの感じでとにかく金を買い続けたらいいんじゃないかというふうにですね前から申し上げているわけですけどもこ3年4年前からずっとそれ言ってるんですけどもそれを実行した人は今ものすごい利益を <laughs> たき出してるわけですからちょっとこのねプラザ合意から現在までの円相場を 見て欲しいんですよもう私これ日経新聞のねこの一文を見てドキッとしましたよ円はプラザ合意直後の水準近くまで下落とここがプラザ合意ですよね大体いいこの230円ぐらいですでプラザ合意の後はグググググググーっとですね円高に振れてるんですねですからこう直後でここら辺まで上がってますから今と比べるとそこの水準に来てるわけですよプラザ合意直後に円高に振れましたその時の時水準 にに近い状況に今あると40年前の出来事ということですからねこれをね投げててもしょうがないですからまあただトランプさんが大統領になるとドル高は良くないということでドル安円高に持ってかなきゃダメだっていうふうに多分吠えると思うんですよで。その時に日本が「ふーん」って言って無視するのか「ですよね」と言って一緒に協調介入するのかそうしたら第二次プラザ合意と一緒ですからね <laughs> そこでトランプさんの口車に乗せられちゃダメなんですよ。 円安のままででいいんですから一緒に協調介入したらもうもう40年経ってまた再び第2次プラザ合意と一緒ですからね。 だからまあバイデンさんみたいにねほやっとして今何が起きてるかよく分かってなくて容認しちゃってる状況が今日本にとってはいい状況ですよねまあただあまり急激に動くとね社会が混乱しますので円安傾向がしばらく続くというぐらいがまあ日本社会にとっての起爆剤になるんじゃないかなと思います結局ねこれ円高がいいのか円安がいいのかっていうのはそれは両方とも良し悪しがあるわけですよ輸出企業にとっては円安の方がいいわけで輸入 企業にとっては円高の方がいいわけで YouTube はこれあの輸出産業ですからね YouTube はもうドル建てになってますからね私のの考えでですすと円安の方がいいんですよ経済的にはだってね各国自分とこの通貨を安くしようと思って必死じゃないですか EU の中でねドイツがあんなに成長してきたのはユーロという 通貨でで勝負してるからもともとはドイツマルクっていうのがあってドイツの輸出産業がガンガン伸びてくるとマルク高になっていってていしまうそうそすると自然とと輸出が滞ってしまうわけですよところが EU って貧乏な国も全部含めてその全体の通貨っていうことでユーロがありますからですから結局 EU を組んで共通通貨ユーロを作ったことによって最も利益を利得を得たのはドイツなんですね。 本来だと通貨高になって輸出側に滞るはずのところをガンガン輸出してんのに通貨が安いまま行ったわけですからだからもうねドイツがもうガッポガッポ儲かったわけですよそうやってわー伸びたわけですからね日本は独自の円という通貨だけですからドイツみたいに、まあ、不当にと言ったらちょっと言葉が悪いんですけども実力以上にね通貨安でガッポガッポ儲けられちゃうドイツとはちょっと事情が違うわけですですからどこの国もね自国の通貨を安くすることによ ですよねですからね人によってはねうちの会社は円高の方がいい円安の方がいいっても,もちろんあるんですけども日本社会全体でで言えば円安傾向ははは悪いいいことではないとな私は思いますね別に私がどっちを望んだってねそっちの方向に行くわけじゃないですからもうこれ円安傾向なのでこの円安時代をいかにねたくましく生きていくかということをですね考えていきたいなというふうに思います。というわけで。沈む円2度目の介入、まあ、2回 もしくは3回介入したんじゃないかっていうことになってますけどもね。プラザ合意直後の水準まで下落ということですね。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。